おはようございます。ということで今日は久しぶりのおうち撮影でございます。調べたらなんですけど、今撮影現在、あ、ライトついてんだ。撮影現在11月3日、前回やった家のおにぎりが1ヶ月以上前ということで、久しぶりですね。ありがたいことにね、最近ちょっと忙しくさせてもらってますんで、なかなか家で撮れなかったんですけど、このね、ゆるい感じ好きということで、今日もね、家でやっていこうと思います。で、今日ね、食べる食材なんですけど、これね、僕の動画では何回か食べてるんですけど、小山餃子という、小山にあるね、一品香さんというラーメン屋さんが、こう販売してるね、冷凍餃子なんですけれども、これがね、僕好きなんですよ。普通に好きで、全然撮影外でも自宅用にね、買ったりするぐらいなんですけど、これなんで今日やるかと言いますと、おそらくこの動画公開するのが11月の6かな。頑張って急いで編集するんですけれども、これ、ね、11月の7日、動画公開の翌日にですね、新宿の大久保公園で行われている、つけ麺博、ラーメンのね、イベントですね。そこに、この一品香さんが出店されるんですよ。で、その際に、僕、普通に多分、一日ね、働く予定となっております。まあ、だから、せっかくだし、みんなにも来てほしいなというところで、宣伝も兼ねてね、今日はこの小山餃子を使って、お家でね、たくさん大食いしていこうと思います。まあ、今日も緩めで大食いいたします。ひとまず、話もこれぐらいで、早速ね、ちゃちゃっとこの餃子作って食べていきますか。で、この小山餃子なんですけど、2種類あって、小さいのと大きいのあるんですけど、今回ね、これ、撮影に使うのは大きいのということで、作り方とかも簡単なんですけど、一応こんな感じで画面に置いときますね。普通の冷凍餃子と同じなんですけど、ただね、ちょっと違うのが、物が大きくて、皮も分厚いんで、ゆっくりとお湯で茹でるような感じで先に焼いていくのがポイントなんですけど、マジでね、もちもちなんですよ。これすっげーうまくて、何回買ってんのかな、わかんねえなっていうぐらい。で、どうです皆さん、これ。このフライパン1個で焼く分ぐらいで大食い動画として納得していただけますか？いや、これじゃあちょっとあれか、もうちょっと焼いた方がいいか。もう平らな、適切なフライパンが我が家にはそんなないのよね。まあいいや。ちょっと、あんま並べらんないですけど、2個これでね、焼いていきましょう。ひとまず、作り方としては、まずフライパンに少量の油をなじませてと。で、ここに並べると。で、これ本当は餃子同士くっつかないように、ちょっと間隔を空けて焼かなきゃいけないんですけど、ちょっと量を焼くから、みちみちに敷いていきますね。え、これ画面越しで伝わってんのかな？これ。これね、伝わってるかわかんないんですけど、一個一個がマジでかいっす。で、今回これ撮影用に買うのに、この台と、それ以外のちっちゃい方、小もセットで買ったんですけど、小はね、家で食べてるんですよ。ただ撮影するまではこの台が数足んなくなっちゃうと困るから、食べてなかったんですけど、もう久々だな、この大きい方の小山餃子食うの。これね、個人的にはどっちも好きなんですけど、大きい方がね、一口で口パンパンになるから食べた気がして幸せになるんですよね。それにしても、普段はお店撮影だと結構気張ってるからあれですけど、家動画だと緩く撮れるからいいな。いや、本当はね、もっとやりたいの。やりたいんだけど、いかんせんね、ちょっと。外に撮影行ったり編集したりスケジュールがね、あんま追いついてなくて、思いのほかできてないんですけど、もっとね、これやれたらいいよね。で、並べ終わったらここにお湯を入れて、で、お湯が、餃子かぶる8分目ぐらい。あ、足りるこれ。あ、まだでもこんなもんか。はいはい、かぶるぐらい。おっきい鍋2個使ったから蓋が、どうしよう。蓋がない。とりあえずこっち1個蓋をして、蒸し焼きできないのはきついな。ちょっともうこれでいいか。はい。これで火にかけて、これで強火にかけると。で、だいたいお湯が沸騰して、さらに4、5分だね。煮込んで、お湯を捨てると。OK でございます。この餃子ね、マジでうまくて、その撮影外で、これ注文してから家で食べた小さい餃子は、うちの娘なんかもすっげー食べる、すっげー食べるっていうか、だいたい家で焼くとき、そのちっちゃいやつ、10個ちょっとぐらい焼くんですけど、10
構焼くとね、4、5個持ってかれちゃうんですよ。だからうちの妻と僕の分はほぼなくなるぐらい。マジでこれうまいんですけど、あとね、これ冷凍ももちろん美味しい。めちゃくちゃ美味しいんですけど、店も美味しいんでね。近い方はお店でも食べていただきたいですし、普通にこの冷凍餃子なんかはお店に負けないぐらいもちろん美味しいので、ちょっとね、お店行くのが難しいよって方はぜひこの冷凍餃子も買ってみてください。今こんな感じでグツグツと煮てきたんで、から約 4、5 分ぐらい蒸らしていく感じですね。このね、この大きい方に関してはこれ蒸らした後一回り以上かな、大きくなってるんでくっつきすぎるの怖えな。これ大丈夫かな。よし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 、あったったった。これで 4、5 分、これふっくら一回り、これね、うわすごい湯気、大きくなりました。で僕この作業がね一番苦手なんですよ。よし、あ、今日はいいな、今日成功してるかも。いやー、ずれるずれる、ほらほらほらね、これ綺麗に並べても絶対にずれるっていうこの過程が苦手。こっちに関してはこの蓋のサイズが合ってないから押さえきんないしな。あー、これ絶対崩れた。はい、熱っ。ほらね、こう崩れるでしょ、このお湯を切る工程が苦手。よし、で、この後ももう簡単、一回蓋外してもう一発これ少量油をなじませますと。で、再度蓋をして2、3分中火で火かけます。うん。で、2、3分火入れしたら、これ蓋開けて、うわぁ、わぁ、いい音。で、これ弱火にじっくり落として、きつね色に焼いていくと。もうそれで完成でございます。で、こういう撮影って普通は出来上がった後盛り付けとかもここで撮ってじゃあ向こうで食べますみたいな流れだと思うんですけど、僕はね、もう出来たて焼きたてを食べたいんで、もうカメラを切ってこの焼いてる間に準備してもうすぐ食べたいと思います。なのでちょっと出来上がり完成図は向こうで見てください。はい。ということでこんな感じで本日の餃子完成しました。めちゃくちゃいい匂いしてる。いやー、もう撮影だから換気扇つけてなかったんですよ、うるさいんでね。その分今ここのリビングすべてにこの餃子の香り最高で、ちょっとね気になったものがあったんですよ。これカメラの角度的に見えるかな、これセブンイレブンさんとかに売っているこの冷凍のラーメンが美味しいってことなんで汁物用に買ってきましたが、もうひとまずとりあえずこの餃子の出来立てを食べていきましょう。いただきます。で、今回ねこの味変にたくあんとキムチを用意しました。よし、で餃子よ、餃子もこんな感じですね。焼き目も完璧で、このちょっとね画面越しで伝わりにくいのが悔しいぐらいなんですけど、これマジででかいんでいただきます。うん、うん、うまい。これはお米。うん、この皮のもちもち感、うん、昔ねこの小山餃子の動画を撮った時に自分の人生の中で一番好きな冷凍餃子みたいな話したんですけど、未だに変わってないんですよ。これがマジでうまい。
これもともと僕自身餃子にお醤油とかねつけない派っていう部分はあるんですけど、それを抜きにしてもこの餃子自体はそんなに強めの下味はついてないんですよ。お野菜だったりとか、もちろん肉汁こんだけ溢れますのでお肉の味はあるけれども、塩分は強くなくて、その分ねこの皮の甘みというか小麦の香りというか、それがすっごくて、塩分はなくても味があるんですよ。十分これ醤油とかラー油とかつけなくて十分うまい。これはもう行かないと。最高最高。いやこれ日々の贅沢だわマジで。前の動画でもお話ししたんですけど、スーパーがすげえ高いみたいな、もう物価とかね、まあいろいろ高いのでしょうがないんですけど、生鮮食品とか特にね、もう本当に価格高騰がすごいので、レシピを決めてスーパーに行っても、あ、もう買うのやめようってなったりするんですけど、その分ね、やっぱり冷凍商品っていうのはそんなに値上がりせずに、こう、懐にね、優しい感じで、しかも完成したものが販売してるので、ちょこちょこと最近はね、食べることあるんですよ。マジで最近の冷凍商品うまくないですか？ちょっとそうだ。冷凍商品といえばこのラーメンも食べてみよう。おー、うまそう。めっちゃ鶏匂いする。ちょっとスープからいこう。うま、なにこれ。麺こんな感じっすね。やっぱこの冷凍だとカップ麺とは違ってほんと生麺に近いような状態だからいいよね。うま。これいつもね、家撮影とかの時にカップラーメン食べる僕がなんで今日この冷凍ラーメン買ったかと言いますと、昨日ね、この準備用になんか付け合わせ用にね、ラーメン買いに行こうと思ってコンビニ行ったんですけど、カップラーメン見たらさ、ほぼほぼ300円以上、298円から上みたいな感じで売ってて、買えないなみたいな。カップ麺300円ってむっちゃ高いじゃん。いや、しょうがないと思うんだけど、やっぱ高って思っちゃって。で、冷凍のラーメン見たら、これ美味しいって聞いてたこのラーメンが、税抜きで298円だったかなとかで、まあ、税込みでも300円ちょっとだったんですよ。値段がほぼ変わらないし、冷凍の方が麺うまいしなーみたいな感じでこれ買ってみたんですけど、大正解。マジうまいこれ。正直ですけど、カップ麺と値段が同じならこっちだな。間違いなく。冷凍麺ってクオリティ高い。うまっ。ラーメンあって餃子あって全部うまい。100点の組み合わせ。キムチいっちゃうか。普段はもちろん直箸しませんので、ちゃんと傷んじゃうからね、取り分けますけど、この撮影で食い切るぐらいの勢いで食べるから、ちょっと直箸でいきます。あ、近くの神。暑いからの冷蔵庫からのキンキン。キムチ餃子。
合う合う。でもこの餃子食べまくってるからいろいろと試したんですけど、個人的にはそのまんまが一番うまいかな。醤油つけるとか何つけるとかアレンジするとかよりもこのまんまが一番うめ。この鶏ラーメンがうめセブンってすげえな。でも話戻りますけど、火曜日のつけはく来てくださいね。いや、ほんこは、例えばですけど、普通のね、お店さんのイベントとか、周年祭みたいな日にお手伝い行くときとかも結構あって、そういう日は、お昼過ぎぐらいで終わるんですよね。だから実質11時からオープンしたとしても4時間ぐらいしか働かない。ただ、ああいうこの野外のイベントとかになると朝一から夜までいたりとかめちゃくちゃ働くんですよ。10時間以上。だからその際に暇だとマジでしんどくて、みんな本当に来てください。なんかね、今年に関しては例年に比べてもそんなに並ばなくても食べられるみたいで、結構お店さんとかもね、すごく急いで、まあ毎年作ってるとは思うんだけど、特に今年は早めに食べれるってことで、まあ並びがね好きじゃないって方でも、僕の働く日は平日ですし、まあまあまあそんなに待つことはないと思うので、ぜひ食べに来てください。うん。でもやだな、こんなに動画にもして告知してるのに来なかったらまあへこむな。なんだろう、ただツイッター等で明日手伝いに行きますねみたいな告知して人が来ないとかっていうレベルじゃないぐらいへこむわ。で、ただね、最近こうイベントとかをお手伝い行きすぎて、どこの店主さんもなんていうの、そのマスコット的に呼んでもらえるわけじゃなくて戦力として呼んでもらってて、厨房でね、麺の湯切りしてたりとかトッピングしたりとか、中でね普通に働いてることもよくあるので、このね動画を見て来てくれた方は全然ね、あの忙しい時でもお声掛けいただいて大丈夫なので、あのラスカルさんいいですかとか言ってください。あれいつもへこむんだよな、ツイッターとかで今日はイベントありがとうございましたみたいな書くと、そのコメントとかの方に、え、僕食べに行ったんですけどいましたかみたいな、そのお店食べたんですけどみたいな、結構言われることがあって、手伝いに行っても全然気づかれないのよね。まあ飲食店のお手伝いだから、もちろん長袖というか腕見えないようにしますし、タオルもねここら辺まで巻いちゃうので、パッと見はね普通にラーメン屋さんの店員にしか見えないと思う。新宿か。個人的に新宿って怖いんですよね。僕が住む世界ではないというか僕の地元はね足立区っていう一応東京都内23区内なんですけど、まあ皆さんも知ってるようなイメージ通り、ちょっとまあこう
田舎というか栄えてないような23区なんだけど、まあ、田舎というか下町というか、だからね、個人的には都内に住んでるっていう感覚が昔全然なくて、若い時とかも例えば新宿、渋谷、池袋とかこの辺り行く時に親友達とかにどこ行ってくんのって聞かれた時に、あ、都内行ってくるっていつも言ってたんですよ都内に住んでるのに。いや、まずそれぐらい足立区ってどうなんっていう全然栄えてないところで、本当に特殊な地域なので、田舎者の僕としては新宿、渋谷、あの辺りに未だに行くのはちょっと緊張する。でも池袋はなんか割と空気感が似てるなと思って緊張はしないんだけどいやー、新宿、渋谷苦手だね、何歳になっても。うん、でもやっぱお話しながら食べたらあっちもだな。もう30分経ってないよね。尺足りるかなあーでもそうだ、今回はね、この一品香さんの餃子の方を注文したんですけど、ラーメンもうまいな。まあ、もちろん今回のイベントに関してはラーメンのイベントだからラーメン出すんですけど、なんだよ餃子じゃねえじゃねえかって思われちゃうかもしんないけど、まあ、とにかくラーメンうまいから来てくださいね。マジうまい、食いてえなー。ちょっと前まではこう編集マンの方もう一人いて、一緒にねこう編集したりしてたからある程度スケジュールを空いてたんですけど、最近はねちょっと一人でやるようになりまして、こう、その分ちょっとスケジュールがキツキツというか、撮影行くにしてもあんまり遠くないところだったりとか、そうじゃないとね、間に合わない部分があるので、北関東とか行く頻度、昔に比べるとやっぱ減っちゃってる気がするんですよね。足立区にいた頃は北関東すぐだったけど、やっぱ川崎に越してきてからは1時間ぐらい伸びるから、なかなかパッと行ける距離じゃなくなって、いやー、栃木行きたいな、宇都宮で飲みたいな。やっぱ改めて考えると栃木って魅力は多いよな。いや、もう落ちちゃうな。ここは これで餃子もご飯も最後ですね。うん、ああ、ごちそうさまでした。はい、ということで今日は大量に餃子食べました。おっきい大好きな餃子。まあ今回の動画はね、特に案件とかではなくて、個人的にねイベントのお手伝いしに行くのに誰にも声かけられないのは寂しいので来てねっていう、まあ、本当にそういう私利私欲の動画なのでもう寂しいじゃん、誰も声かけられなかったらまあ特にですね、この餃子買ってねとか言うことはないんですけど、この餃子とかね気になる方はぜひね概要欄に貼っておきますので一回ね見てみてください。いやー、うまかったなー。大きい餃子いつぶりだろう。てかそうなんだよ、ちっちゃい餃子もあるけど大きい餃子と味が違うというか、この楽しむ部分が違うというのかな、皮の量とかも違うから厚みとかね。ちっちゃい餃子は比較的パリ系で、この大きい方はもちもちに作りやすくて皮がうまいっていう感じ。あー満足だ。とは言ったもののですね、今日この大食いの撮影に何個ぐらい大きい餃子使うか分かんなかったから、いっぱい買っちゃってね。
今回、23個ぐらいか、焼いたんですけど、残りね、まだね、30個ぐらい余ってますんで、ゆっくりね、うちの妻と、これ、娘食えるかな？ 1 個でかいからな、かじれるか心配なんですけど、残りは家族で楽しみます。はい。お腹いっぱい。ごちそうさま。あー。